なんであんなのがいるの？あんな金槌で殴られたら死んじゃうわ。黒崎はどこ行ったのよ。心配すんな、さっきまで一緒だったんだろ。すぐその辺で会えるって。思い出させんなよ、頼むから。くそ、みんなどこ行ったんだ。なんだ、あれ。そっちじゃないよ、こっちだってほら、廊下。なんか、こっち来るぞ。もしもし。助けて、助けて。ナオミ？ナオミなの？返事をして！ねえ！お母さん？お母さん！お母さん！私だよ！今大変なことになって！ナオミ！声を聞かせて！お願い、何か喋って！神様！
助けてく、助けてく、助けてく。ここで死んだ幽霊です。お気の毒って。お友達は触れてしまったのです。あれ、この学校そのものを縛りつけている恐るべき呪いです。その呪いに触れた者は精神を侵され、心を守るために突発的に防御反応が起こって自害を選んでしまう人もいます。人によっては錯乱状態に陥ったり、何の予兆もなく突然周囲の人に危害を加えたり、症状は様々ですが。そんな。お友達が亡くなった今、この学校、生きている人間はもうあなたしかいません。嘘。あなたはこのまま死ぬまで一人ぼっち。あ、携帯、聖子たちの番号入ってるんだ。痛い。ポキッて。嘘。足が。しっかり。いつも強気なナオミさんらしくないぞ。私そんなに強くないよ、聖子。おや、誰か助けて。よく泣かなかったな、ゆか。
ここに連れてこられた生命エネルギーは全部で9個だ。9つの魂がさっき入ってきた。俺に、ユカに、ナオミ、ヨシキ、シノ先生、篠原、鈴本に森重、あの場にいた全員か。クソ！お姉ちゃんたちみんな、この学校にいるのですか？いや、今言ったように多重次元でチリチリになって、同じ校舎であって違う場所にいるから全員と会うのは難しいと思う。下手に逆らってこの学校の怒りに触れるとどんな目に遭うか。忠告はありがたいが、俺たちは絶対に全員揃ってここを脱出してみせる。みんないいやつなのに、こんな目に遭わされる理由がない。理不尽な蹂躙には絶対に屈しない。今どき珍しいな、その心。どうかなくさずにいてくれ。誰も死なせたくないという気持ち、どんな現実が待っていようとも、その心を最後まで保ち続けられれば、全員を救うことはできなくても、運命を少しでもいい方へ導くことができるかもしれない。私たちのようにならないでくれ。お兄ちゃん。どうした？学校の怒りにって何のこと？なんだろうな。この校舎自体に意志があるとでも言うのか。よし、とにかく先生やみんなを探そう。途中で出口が見つかったら、お前は先に家に戻るんだ。玄関や非常口、屋上なら外に出られるかもしれない。それでいいか？ひどい事件だ。篠崎が前に話してた。本当にあった怖い事件でも聞いたことあるが、
う。真っ赤なワンピース、古い時代の服だな。大丈夫だ、もういなくなったぞ。大丈夫だ、大丈夫だぞ。人が死んでいる。やはりこれは現実だ。お兄ちゃん、死体、本物の死体。俺もみんなもこうなるのか。お兄ちゃん、ゆか、いや、ゆか、行くぞ、来るんだ。
ユカ。お兄ちゃん、ユカたち、お家帰れるの？帰れなくなったの？ねえ、嘘だよね。お大丈夫、大丈夫だよ、ユカ。きっとみんなで帰れるぞ。心配するな、俺がついてるからな。よし、偉いぞ。緊張の糸が切れたか。やれやれ。俺が震えてちゃいけない。恐怖心は噛まずに、今は丸飲みでやり過ごすんだ。あいつもナオミもどこかで震えているかもしれない。早く見つけてやらないと。移動してないか？うん、さっきはこっちにあったよ。待ち伏せしてみるか。床を調べてみよう。ユカ、お前ここで少し待っていられるか？え？お兄ちゃん、浮いてちゃやだ。大丈夫、すぐ戻るよ。俺に考えがあるんだ。分かった、早く戻ってきてね。あ、ユカ、その板は取れるか？うん、これだね。うまくいったな。一つ出し抜いてやったぞ、この学校を。よし、行こう。どうした？あのね、これん？なんだ？ちっちゃい瓶だな。これね、ユカのお守り、香りのビーズだよ。おお、いっぱい入ってるな。匂い、嗅いでみて。
キャラメルの匂いだ。すごいな。面白いでしょ。また近所の文房具屋で買ったんだな。これね、キャラメル味は事故とか危険から守ってくれるの。だからお兄ちゃんにあげる。味？気に入ってんだろ。いいよ、お前持ってな。うん、でもいいの、持ってて。心配だもん。お兄ちゃん慌てんぼだから。こいつ怖くて足も体も震えているじゃないか。無理しやがって。ゆか、ありがとな。でもこれはお前持ってな。俺もお前が心配なんだ。怪我しないようにな。地震か。ユカ、捕まってろ。収まったか。中学生の遺体か。
目が合っている。なんだ、動く。お兄ちゃん、ダメ。お兄ちゃん、
どうした？ゆか、おトイレ行き。そうか。そこに川屋って書いてあるから行ってこいよ。ゆか、ちなみにどっちだ？おしっこ。何かあったら呼べよ。何があるかわからないから、待ち時間は聞いとかないとな。もう平気か？お兄ちゃん、ダメだった。ん？なんてこった。あれじゃ無理だな。別のトイレを探そう。我慢できるか？男子トイレがなんとか使えたらいいんだがな。意外と埃っぽくないんだな、ベッド。うん。お兄ちゃん、疲れた。ん？そうか。お前は少し休んでいくか？仕方ないな。ちょっと休むか。お前一人にするのも心配だしな。うん。お腹すいた。ああ、すいたな。何時かな。お母さんのご飯の時間じゃないかな。時計止まってるからわからないな。帰りたい。大丈夫だ。絶対に脱出するぞ。ナオミやヨシキたち、仲間と合流できればきっと何かいい方法が見つかるさ。あいつらだってきっと今頃
脱出の術を探っているはずだ。合流した時に恥かかないように俺たちも頑張ろう。なんとかなるさ。心配するな。お兄ちゃんの言うことだもん。ゆか、信じるよ。ゆか、きっとなんとかなる。窓も開かないこんな状況で。それはしかし、現実を突き崩すだけの力を持たない紙のように薄い言葉だ。だが、それでも今は生きるために信じる。盲目的にただ希望だけを信じる。今の俺たちにできることは。頭が。てめえら、いい加減にしろよ。篠崎はどこだ。うとうとしてしまったか。何やってんだ俺。本当に寝てどうするんだよ。お兄ちゃん、お家じゃない。ゆか、泣くな。もう少しだけ我慢だ。無事に帰ったら、コンペイトを買ってやるから。緑地庵のコンペイト？ああ。この前、食べたがってたろ。我慢する。よし、偉いぞ。こいつは食べ物だな。ナオミのやつが心配だ。篠原か誰か、仲間と一緒だといいが。あいつ気強いけど、心はそれほど頑丈じゃないからな。さあ、行こう。ゆか、立てるか？うん、大丈夫。疲れたらまた休みに戻ってこよう。
お兄ちゃん、この写真の子。ああ、この赤い服の女の子と半ズボンの男の子はさっき見かけたな。篠崎の声だ。行こう、ゆか。よし、ゆか、もう我慢しなくて済むぞ。ふう、助かった。個室がない。まいったな。苦しいよな。俺、外に出てるからさ。我慢できないなら、その辺でしたらどうだ？やだ、我慢する。そうか、無理するなよ。仕方ないことなんだから。
斜面の音。森重、お前無事だったのか。持ちだ。お安心したよ。クラスの奴がいてなあ。なんだこれ、まさか人の。見ていられないよね。多分それ人の粉砕した。胸部の肉が見えたから多分女性。嫌なものを見た。吐き気がするよ。ああ、とにかく無事でよかった。他の奴らには会ったか。いや、さっき気絶から覚めたばかりで誰とも。そうか、こっちも妹のユカ以外誰も見ていない。じゃあマユにも会っていない。ああ、あいつきっとどこかで震えて泣いてる。俺がそばにいてやらなきゃいけないんだ。確かに鈴本はきっとお前に会いたいだろうな。どうする、一緒に探すか。いや、別行動の方が他の奴との遭遇率も上がるし。もう少し探してみるよ。わかった。じゃあ後で1-A の教室で落ち合おう。誰かに会ったらそこに集合するように伝えてくれ。俺たちもそうする。気をつけろよ。わかった。何あれ、お腹の。大丈夫だ、見ないようにしよう。さあ行こう。あの人、さっき。行こう、気のせいさ。廊下が伸びている。ちはやちゃん、なあなちゃん、無事でいて不甲斐ない先輩でごめん。Thank you.
別館があるとは。結構広いぞ、この学校。大丈夫か？平気。別館にも職員用とかのトイレがあればいいんだが。この柵を越えれば校舎外に出られそうだな。だがなんだ、この見渡す限りの樹海は。校舎の外周をぐるっと囲んでいるようだな。とにかくまずはこいつを何とかしてやらないと。よし、行こう。なんだこの校舎。空気が一段と重いぞ。痛い。頭割れそう。俺もだ。耳鳴りが止まらない。ここは長居するとヤバそうだな。ユカ、お前外で待ってるか。向こうの校舎の方がまだ安全な感じがするぞ。やだ、急に行く。一人にしないで。仕方ないか。分かったよ、心配するな。一緒にいるから。ああ、見たことない制服だが、生身っぽいな。話しかけてみようよ。そうだな。俺たちは如月学園って学校の生徒なんだけど、そのクラスのやつらとおまじないをしていたら気を失って。気がつくとここに拉致られてたんだが、君もかい？うん。表情が変わらない。様子がおかしい。
れども私たちの存在は小さな小さな命の融合体。その場に居合わせた鳥たちはいつまで経っても出会えない。無造無造の波に飲まれて私の体はただ浮き沈みを繰り返す。幸子の気持ちはとても嬉しい。だけどそれ以上の行いはただ悲しみを満たすだけ。二度と来ない。俺たち以外にも連れてこられた人間が結構いるのかもしれないな。よし、追いかけてみよう。君、すまない、急に話しかけて。俺たちは如月学園って学校の生徒で。ん？どうしたん？いやー、誰も信じない、信じないぞ。せっかく生きている人を見つけてもみんな精神が壊されている。この旧校舎、長居するのはやはり危険かもしれない。また地震か！くそ！大丈夫だ、収まったぞ。よく我慢したな。さあ、立てるか？ここもダメか。
あなたって怖っ。封印って中に何かいるのか。無理するなって。その辺でしてきな。膀胱を痛めちまうぞ。渡り廊下の校舎の外なら大丈夫だろ。よし、行ってきな。俺はここで待ってるから。柵はあるけど乗り越えられるよな。やって。何かあったら大声で呼べよ。Yes!
あれ、夜かな。ゆか、また起き、昨日ジュースいっぱい飲みすぎたからかな。せっかくだからお兄ちゃん起こして怒らせてから寝よう。で、モモ水をもう一杯飲んで寝る。うん、決定。返して。お？返して。え？返して。Thank you.
お兄ちゃん、どこ？やだ。君は持田の妹？まったく頭がおかしくなりそうだね。そこかしこにこんな死体がある。ん？震えているのか？お兄ちゃんいなくなっちゃったのです。かわいそうに。おいで、一緒に探してあげるよ。いえ、いいです。よく一人で。どうして逃げるんだい？どうして逃げるの？ごめん。お兄ちゃん、もう嘘つき。よく一人
怪我はないかい？君は？ごめんなさい。いや、私は持田ゆかって言います。そう、僕は木佐美優也、白檀高等学校の2年だ。ゆかちゃんと言ったね。君も幸子さんの禁断のおまじないでここに閉じ込められたのかい？わかりません。そうか、さっきお兄さんと言っていたね。一緒なの？そうにね。僕も妹とはぐれて探しているところなんだ。妹の子もここに？うん。よかったら一緒においで。君のお兄さんを探そう。生きているものはできるだけひとまとまりになっていた方がいい。僕の妹も君のように泣いているかもしれない。一緒に探してくれるかい？大丈夫、きっと見つかるよ。これじゃ通れないな。よし。
これじゃと。すごい。何をしたというんだ。これじゃ通れないな。カオリン、会いたいよ。これって、どうしたんだい。
どうしたんだい？あの…なんだ、ひょっとしてずっと我慢していたの？急ごうか。でもどこも使えなかった気もするけど。大丈夫かい？これはひどい。ゆかちゃん、子供たちの幽霊は見たかい？校内の張り紙やダイイングメッセージを僕もいろいろと調べたんだが、あの子供たちを殺害した大人の霊もいるんだ、ここには。鉄槌を持った大きな、どうやらそいつが犯人の霊だ。僕の仲間も何人も何人も何人もあいつや子供たちの霊に殺されてしまった。とにかくバラバラでいると何が起こるかわからない。僕の妹と君のお兄さんを早く見つけよう。お兄ちゃん、大丈夫かな？入れそうだね。行ってくるかい？はい。じゃあここで待ってるからね。はい。キザミ、黒崎、お前も無事だったのか？ああ、よかった。やっと生きてる奴に会えたぜ。くそ。参ったよな。校舎の外もすげえ深い樹海だしよ。外に出ると迷ってこの校舎に戻ってくることすらできなくなるらしい。一体ここはどこなんだよ、畜生。
なんか人玉とかいるしよ。もう帰れないかもしれないな、俺たち。お前見たか、隣の部屋で見つけ。ああ、見た。俺ビビっちまってよ、人が一生のうちに目にする死体の数が決まってるとしたらさ、もう俺一生分超えた数の死体見ちまった気がするよ。クソ、美月さん彼氏に四股かけられててさ、昨日そいつ振ったから朝から元気なかったんだよ。だから俺授業中に面白メールいっぱい送ってやったんだ。そしたら休み時間にめちゃくちゃキレられてさ、でも次の授業の時にありがとうってメールくれたんだよ。せっかく元気出してくれたのに。あの子供の幽霊たちに殺されたのかな。キザミ？お前、何すんだよ。ぐっ、あげっ、うっ、うっ、うっ、ここではあいつらに殺されるのも俺に殺されるのも同じだ。どうせ死ぬんだからな。なんだ、どうしたんだ俺。気を失っていたのか。ユカ、ユカ、
なんだ頭が。なんだ？どうしたんだ俺。気を失っていたのか。数日の間に立て続けに町内で多数発生していた連続児童失踪事件は、警察機構の入念な捜査の末、最悪の形で解決へと向かう。天神小学校の開校当初から閉鎖されていた地下室で行方不明になっていた児童3名の亡骸と、殺害される直前だったのか怯えた様子で座り込む女児1名、そして血まみれのハサミを手に放心している。同校の教員1名が発見された。救出された女児の証言から追及は進み、男は女児を含む4名の児童の誘拐と、殺害を認めたため、未成年者回収、殺害、および
死体損壊などの罪で送検されるも、刑事裁判にて心神喪失が認定され無罪、医療施設に放り込まれた。この犯人の局の男は同校教師で校長の子息であり、生来快活な性質であったが、起因する要素が全く不明の突発性の脳障害から年々教員として弁を振るうことが、困難になっていた。事件の数ヶ月前より別の就職先を探す日々を続けていたが、結果は芳しくなく、日中町内を所在なぎにふらふらと歩いているところを何度も目撃されていたようだ。男は入所後数ヶ月で看護医たちの隙をついて療養施設から脱走。天神小学校の地下室に入り込み、首を吊って自殺した。この事件で殺された児童たちはほとんどが天神小の生徒たちだったが、犯人逮捕時に寸出のところで救出された女児は天神小の生徒ではなく、事件後他県に移っていったとされている。悪い噂の立ってしまった天神小学校の不運はその後も収まらず、忍び込んだ変質者による強姦事件や自殺の舞台として利用されたため、生徒数が大幅に減り、ついには廃校に追い込まれた。当時60歳になっていた校長は、自らの屋敷の襖や壁、畳などに意味不明の文字の羅列を書き殴るなど奇行が目立っていたが、廃校決定のその翌日、天神小の屋根から飛び降りて自殺してしまった。首の骨を折り即死だったようだ。賛美極まる事件である。私はこの一連の事件の陰に人知を超えた力の動き、巨大なる呪詛の側面を見ている。鍵を握る人物はやはり現場で同い年の子供たちが惨殺されるのを目撃してしまった不幸なる生存者。事件を生き残った赤い服の少女だ。怪奇事件ルポライターの私が機会をいただいた本誌での連載は始まったばかり。このまま追跡取材を進めてみたいと思う。続報に期待していてほしい。この事件、一人女の子が助かっていたのか。しかもこの写真、さっき見かけた赤い服を着た女の子の幽霊じゃないか。どうして殺されなかった子まで一緒にここに幽霊となって存在しているんだ。you
大切な人を案ずる思い、それゆえ受ける痛みや苦しみは死者にも生者にも隔てなく与えられる美しい聖痕。君は、死んだ魚のように目が濁っている。私はここで死んだ幽霊です。そうか、なんて言ったらいいのかわからないが、幸せと不幸は隣り合わせ、安易に幸福を得ようとするにはそれなりのリスクが伴うもの。何を言ってるんだ。あなた方がこの学校に閉じ込められたのは、幸せの幸子さんを行って失敗したからです。幸子さん、ああ、最後にみんなでやった失敗だって。誰かが唱える回数を増やしたか減らしたか、人数分正しく唱えなかったのです。誰かが。ちゃんと9回唱えた。幸子さんお願いします。9回だよ。唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると失敗しちゃうらしいからね。俺は確かに9回しっかり唱えたはずだ。誰か失敗したのか。そのせいで、いや、そうじゃない、違う。こんな事態、誰かのせいじゃない。わざとかも。お友達の誰かが面倒で適当に唱えたか、あるいはもっと遊びたくて簡単に終わらないように失敗したか。わざとでなくてもいい加減な性質の人なら失敗しても考えそうですわね。まあいいや、バレないって。こんな恐ろしい出来事に発展するとも知らずに。誰も申告しなかったのでしょ。失敗した、ごめんなさいって。いい加減にしてくれ。ごめんなさい、ついいろんな可能性を考えてしまうのです。職業柄かしら、もうペンはとっくに折ったはずなのですけれど。あなたはまだ持っているようですね。それをしっかり手に握って思ってみてください。あなたの大事な人たちのこと。その、すまない、俺急いでるんだ。妹の姿が見えないんだよ。他の奴らも見つけないと。心配する気持ち、心をかき乱す衝動、それでいいのです。おまじないとは、人が人を思う気持ち、心、そのもの。
それが愛情であれ、憎しみであれ、思いが強ければ強いほど、まじないはパワーを発揮するのです。熱い、待ってくれ、一体何をしているんだ。フリジデスボール、体が焼けるように熱い。おい、やめろ。いや、ボールツールドフリジデフォックマウススプラット。私たちの邪魔をする者は許しません。苦しみ抜くといいわ。行きなさい、思い人のもとへ。もう遅いかもしれませんけど